こんにちは、大貝です。どう切り口を話していったらいいかな。心の闇とでも言った方がいいのかな、これは。人の心理、についてちょっと思うところを話したいと思います。あくまで個人的な意見です。偏見がかなり入っております。ですので真面目に受け取らないように、半分話半分で流してください。私個人はですね、私自身がニコチン依存症ではないと思っております。タバコを吸ってる身ですけどね。で、なんでニコチン依存症でないって思えるかっていうと、一番の理由は簡単で、やめれるというか、この期間は吸わないようにしようって言って、吸わないようにできるからですね。これ明るさか。明るくした方が見やすいかな。っていうことです。例えば、実は最近虫歯になって歯の治療に通ってるんですけど、タバコは今日は吸わない方がいいですかとかって聞いて、今日と明日あたりは吸わないでおいてほしいなって言われて、分かりましたって吸わないわけですよね。で、要は結局ここなんですよね。依存症のあれの中で一番重要なところって、ギャンブルも薬物もアルコールも、アルコールも結局薬物の中に入っちゃうわけなんですけども、タバコも薬物に入っちゃうのか。要は結局何かの物質って意味ではね、覚醒剤とかも何でもそうなんですけども、自己コントロールができてるかどうかっていうのが多分大きな部分だと思います。要はこれはギャンブル依存症の末期の状態ですけども、末期の状態になると、お金をあれだけ使っちゃって、使わなくなった時にホッとするっていうことがあるそうです。もっとギャンブル依存症の方から直接これは聞いた話ですが、ちょっと変だと思いませんか？お金がなくなってホッとするっていうのもね。お金がなくなると、あ、これ以上ギャンブルしなくてもいいっていう意味でホッとするそうです。そこで言ったら末期ですよね。やりたくないだけどやっちゃって、強制的にやめざるを得ないから、やめた時に良かったって思うっていうのって、やめることができないから無理やりなんとかこう物理的に金銭的にやめさせられたから、やめられて良かったっていう状況に。で、アルコール依存症とかもある意味それに近いところがあるかもしれませんね。アルコール依存症になってしまうと、これは進むとね、脳とか肝臓とか大腿骨骨壊死とか、とにかく、最終的に死にます、アルコール依存症はね。薬物依存症は大概そうなんですけども、最終的に死にます、最後はね。どっか悪くなってね、体が、死ぬわけなんですけども、じゃあそこまで行く前にね、病院に行って治療を始めないとまずいわけなんですけども、じゃあ死ぬところまで行く前にまず病院に行くわけなんですが、そこでね、アルコール依存症とかの場合はね、
数ヶ月とか1年とか長い時間かけてリハビリをやっていくんですね。というのも酒ってすぐ買えちゃうんですよ。100円200円で安いお酒だと今度買えちゃうわけですよね。お酒ってね、そこら辺のコンビニとかスーパー行って安いお酒だったら数百円くらい持ってればポンと買えちゃうわけですね。そういうのをポンと買わないようにするため の、 リハビリがすごく長くなるわけですね。で、実際のところそのためにタバコじゃない、酒を飲まないようにするためにそういうふうにやってるわけで、で、コントロール効かないっていうのは飲まないようにしようとしても飲みたいっていう欲求が出てきちゃうんですね。欲求が出てきて、これに負けちゃうとまた酒飲んじゃってバタンといっちゃうので、そこにそうならないように、そこを耐えられるっていうか、その例えば頓服薬とか使ったりとかね、してそういうふうにするための治療なわけですね。だから言ってみればこれも同じで、やめたいんだけどやめられない状態、酒をね、やめたいんだけどやめられない状態、飲酒欲求が出てきて飲んじゃダメだと思っても飲んじゃって、そこから止まらなくなってバタっていう状況ですね。一応アルコール依存症の用のお酒の薬はあるんですが、あくまでこれ下戸にする薬なので、飲む飲まないよ結局その人が手に取って口の中に酒を入れるか入れないかっていうところになっちゃうんですよね。で、タバコもそうで、結局その自分が吸うことに対してタバコは吸わない方がいいよと言いながら吸ってる人を私は実際に見たことがあります。なんでですかって言ったら、いや金かかるしねって、まあ、実際やめたいんですよね。やめたいんだけどやめられない状況になってるわけですね。で、こうなっちゃうとタバコ依存症になっちゃうわけですね。で、これがニコチンなのかニコチン以外なのかっていうところですよね。で、ニコチンじゃないんじゃないのっていうふうに考えた人は、ニコチンじゃないもの、要は加えてれば何かいいんだろうということで、ハッカパイプとか、もしくはニコチンだとしたら、ニコチンだとしても喫煙の方のやつでニコチンを吸収するわけだから、ニコチンパッチとかを貼って、ニコチンを吸収させて、それで、吸収を穏やかにさせて、で、だんだんその人の体っていうのはその同じ状態を保とうとする、ホメオタシスだっけかな、という機能が働くので、それをだんだんタバコをニコチンがある血中濃度がある状態をだんだん下げてって、最終的にゼロが普通の状態に持っていくってやり方ですね、っていう方向でやろうとかいうようになってるわけですね。で、世の中にはお酒を飲む人、タバコ吸う人いっぱいいますね。いっぱいいます。身の身近な人に多分いっぱいいるでしょう。で、これを見てる人もタバコ吸う人やお酒飲む人 いるでしょう。で、アルコール依存症とか、まあ酒依存症だよね、依存症とかタバコ依存症とかになってない人っていうのは、要はそこを自分で調節できるからですよね。例えば仕事中は飲まない、まあ当たり前なんですけども、仕事中は飲まないで、休みの日とか夜とか、そういう飲んでもいい差し支えない時間帯だけ飲むっていうような人はコントロールができてるわけですから、そういう人たちはアルコール依存症とは普通呼ばないですよね。普通そういうのはね。で、タバコもそうで、禁煙の場所で吸う人っていうのは、まあこれはある意味ニコチン依存症、まあタバコ依存症って言っていいのかなっていうふうに言うべきだと思います。逆に吸っちゃいけない場所で吸わなくて、吸っていい場所で吸う人間っていうのは、これはタバコに支配されてないっていうことですよね。で、同じようにタバコが吸いたくなったとしても、喫
煙所を探して吸う人、この人たちは果たしてニコチン依存症なのか、まあ、タバコ依存症なのかどうかって言われると、私個人的な回答としてはニコチン依存症とまでタバコ依存症とまで言うのはちょっと極端じゃないかと思うんですね。どういうことかっていうと、喫煙所が見つからなければ吸わないわけですよ。そういうその人たちはね、喫煙所を見つけて吸ってるわけですよね。言ってみればさっきの酒と同じで、お酒が好きだけども今は飲んじゃいけない時間だ、飲んじゃいけない場所だ、でここの時間とかこの場所だったら飲んでいい、もしくは飲める場所だ、だからこの時間帯この日にちこの場所だったら酒が飲めるからここで飲むっていう風になってるわけね。同じようにスモーカーの中に、喫煙者の中には、禁煙区域か、禁煙区域で吸っちゃう人は、これは言ってみれば酒飲んじゃいけない場所で酒飲んでるのと結局同じで、これはさすがにちょっとまずいと思う。依存症の可能性が高いので、禁煙外来まではいかなくとも、まあとにかくちょっとやばいっていう状況ですね。それに対してその喫煙所でしか吸わないっていう、でタバコ吸いたくなったから喫煙所ちょっと行ってくるねとか、喫煙できるところ探してくるねって言える人はそこまでは吸わないわけなので、吸える場所時間を探して言うわけですね。例えばその電車の乗り換えとか何か理由があって時間がないっていう時に、タバコ吸う暇がないっていう時に、その時にタバコ吸いに行ったりしたらさすがにまずいと思うんですけど、その時に時間がないからタバコは吸う時間ないなっていうなって、タバコ吸わないっていうふうになる、できることできる人は、これはタバコ依存症じゃないわけ。だから依存症の一番その大きな差っていうのは、そのコントロールできてるかどうか、自分で。でコントロールできてると思ってもできてない人も中にはいるんですよね。その自分で薬物を覚醒剤とかね、をコントロールできてると思っていたけども結局できてない。要はあこれはダメだなっつってボーンと捨てる、だけどまたもらっちゃった時に捨てられずにまたやっちゃうというようなパターンだと、やっぱりまだそれが残ってるわけですね。で依存症っていうのは、まあ多くの場合、不治の病になる場合が多いので、気をつけるべきかなと思います。依存症ってその心の隙間を埋めしますじゃないけど、払うセールスマンじゃないですが、その何かその空いてるところ、虚無感というかね、何かそこに対してこうスルッと入ってきて、そこを埋めてしまうものなので、その自分の虚無感をそれじゃなくて別のもの、何か自分の楽しみだとか、人生の目標だとか、何かそこでこうそこを埋める、するとその他のものが入ってくる余地がなくなる、入ってきたとしてもそれが支配しない状態に持っていけてる人がうまく生きれてるというか、そのうまいことやってる人かなと思います。まあ正直喫煙に関してはね、依存症って言えるところまで言ってる人ってどれぐらいいるんだろうっていうのはちょっとクエスチョンマークではあるんですが、ただその禁煙区域でタバコ吸ってる人は私は依存症に近いんじゃないかと思います。本当にそれに関してはね、それとこれは余談ですが、これは完全に余談ですが、大阪冬の陣でですね、本田忠智という武将がですね、有名な徳川四天王、徳川三傑の一人、本多忠勝の息子ですね、本多忠智という武将がですね、酒でやらかしてしまいまして、大阪冬の陣で酔っ払ってる最中に敵襲を受けて、敗走しちゃうんですね。でその敗走を取り戻さんとするために大阪夏の陣で奮戦するんですよ。でも頑張りすぎちゃってね、逆に舞台が追い込まれちゃって最後戦死しちゃうんですけど、打ち取られるんですけど、その時にですね、恨むべきは酒なりって言って自分の墓参りに来たやつは全員酒飲めなくしてやるって言ってから死んでいったんですよ。ですので、もしアルコール依存症の方で
治療してる方、もしくは、そのアルゴリズム失調症なかなか治らない病なんでね、人いましたらですね、本田忠智の墓に参るのも一ついいかもしれません。これはちょっと完全に余談です、はい、では長くなりましたが今日はこんなところで、動画を終わりにしたいと思います。では。